皆さんこんにちは。今回はイーオン系マックスについて話していこうと思います。イーオン系マックスは東日本旅客鉄道が保有している全車2階建て新幹線です。1996年の E1 系登場時に車両に対する愛車と採用され、 E4 系登場時に全2階建て新幹線車両の愛称に移行しました。他の車両と乗車時の定員や列車の位置が大幅に異なることから、マックス時、マックス谷川のようにマックスの名を冠して列車愛称として用いられていました。皆さんは E4 系マックスに乗車したことありますか？自分は何回も乗車したことあります。やっぱり2階建ての新幹線っていうところがすごかったですね。普通の鉄道では見れない景色が見れるのが本当にすごいです。本当に E4 系マックスは頑張ってくれたと思います。2回目ですが、 E4 系マックスお疲れ様でした。最後に過去に撮影した E4 系マックスの動画をご覧ください。